Okay.
Thank you.
Get you!
Thank you.
Yeah!
action, in round three, fight! Sonic Boom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 !
こんばんは、こんばんは。はい、マイク入ってますか？12月22日、27日、27日、12月の27日、フォックスのですね、全然野菜と、あれですね。はい。というわけで、第一試合もういきなり始まっちゃってますが、普段通りのルール、1P 側、金子流、2P 側、土方健。ということで、本日総勢16名集まっていただきました、と。でですね、フォックスのくじ引き、後ほど行いますと。普段の四季細道ルールでございます。波動に真空を合わせて金子龍が一本と。さあ、続いて2ラウンド目、今日かなり人数多いのでサクサクと進んでいくといいなと、サクサク進めるといいなと思ってます。お、出る強昇龍が出ている。はいはいはい、でかいでかいでかいね。いや、こっち切っていいですよ。こっちもうちょい下げれます？会場、そういうことね。普通ですね。はい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 。という、あ、OK。これぐらいでいいです。というわけで、すいません。気を取り直して、ちょっとすいません。機材トラブルでした。真空重ねていく。削り切った。さあ、金子流勝利で、続いてカーシムさんですね。いや、あるのか？あるのか？ないのか？はい、あーっと、いきなり、カワシムザンギ。竜ザンギだ。最近流行ってる竜ザンギだ。開幕飛んでいく。ダイエットは落とした。さあ、カワシムザンギは、ダブルラリーで抜けていく。
ダブラリがかなり出ると。上からスクリュー。さあ2ラウンド目。あ、すいません、あれですよね、クレジットは100円までは自分で入れていただく形になりますと。さあスクリューはめていく。ちょっと遠かったか、画面端端下、前歩きに昇龍が刺さって、おっとボディプレス、ボディプレスと、カーシムザンギ勝利。あ、こんばんは、セロテープです。さあ、ワンピー側がほぼ山本龍、ツーピー側が川島ザンギエフ。川島さんは DJ 出禁になったんですけど、ちょっとザンギも最近出禁気味ですね。今日勝っちゃうよと。さあ立ち台系空振りからスクリュー、まあ、2回目。さあゼロドット強気にミドルを重ねて、暴れたところにピチッと当たって1ラウンド目。川島フラファーは当たらず。さあ掴んで膝から暴れにお次入らない。踏み込み大足、大足波動ジャンプ大パン。さあここは勝利を暴れていく。ダブルに当たってめくりから直ラリアット、カワシム2連勝。はい、続いてはイサジさんですね。イサジさん1キャラ目からキャミー選択。あ、やって言った、やって言ったぞ今。 S 的なやつだこれは。イサジ S キャミー。フーリガンないのかな、ちょっと詳しくないですが、フーリガンとスパコンがないとはいえ、この中足が結構厳しいのでは。大強パンチ中足、これだけで殺される可能性があります。じりじり近づきたいが、イサジさん知ってますね、ルール分かってますね。ここのこれは近づけないぞ。何もしない、何もしない、まさかのボッタチ。時間だけが過ぎていったさあ2ラウンド目、策はあるのか、カーシムザンギー。スパイラルがとスパイラルで削りで面白いように画面端に押されていく。上はキャノンが出る。あー、これ飛んじゃダメなんすね、多分。飛ぶのもダメ、歩くのもダメ。さあまたゼロだと中足刺していく。さあ続いて歌舞伎くんさん、歌舞伎くんさん1キャラ目、あ、そうですね、あの100円までは自費でお願いします。さあ選んでいくのは1キャラ目はなんだ、ザンギ、歌舞伎くんザンギ、歌舞ザンギ。ちょっとあれですね、珍しいですね。しかしこれはちょっとさっきと見た目が変わらないように思う。ちょっとかわいそうな結果なってしまうのか。さあ頑張っていただきたいところだが、頑張りどころが全く見当たらない。あっとスパイラルが
あれこれなんか言ってたな、スパイラルランダムで距離が変わるみたいなやつですよね、みたいな話を誰かに聞いた気がする。しかし台足かな今最後、相打ちで体力勝ち。あ、また当たらない、いやらしい。しかし逆に当たらない方がフェイントにはなるのかな、ガード前提で動かれてると辛いかも。さあ上からいった、通常投げ、中中と中 P2 回2発刺していく。さあ残り時間ないぞ、あーごめんなさい、残り時間まだありました、30カウントあります。さあ立ち足、両者1-1で3ラウンド目。キャノンスパイク、イバサがしっかり出ている。さあチクチク来るとこ、あ、上、後ろへ回っている、着地が後ろだ、手前落ち、バーニシングは手前落ち、相打ち大きすぎるぞ、早出しだったかな今ちょっと。キャノンスパイク中継の効きが悪い、ちょっと待ってくださいね、はい、第3、すいません、マシントラブル的な、マシントラブル的な感じですね。一旦インターバル、一旦インターバル、ちょっと少々お待ちください。さあ 1P 側から中継の効きが良くないと、あ、これ押しっぱで連打になったりしちゃうとかないですかね。あ、ワン、 2P 側ボタン押してもらっていいですか。で一旦仕切り直しということで、さあ続いて、続いても白残儀だ、白残儀だ、これは美味しい、イサギ、イサジキャミー、おっと上からいった、ストレート、ストレートに上から行って、しかしあまりにも上からは行きすぎる。キャノンスパイク上が全く通らない、かといって下もね、中足あると通、全くですよね、どうすればいいのかが全くわからない。さあ似たような絵面が何試合か続いておりますが、これは中足だけで殺されるやつだ。さあ続いてヒロポンさん、ヒロポンさん、ヒロポンさん次でございます。やっとキャラ替えで、おヒロポンチュンリー、これはやばいやつだ、これはキャラ差がだいぶあるぞ。さあエクスチェンジ、第3お願いします、エクスチェンジお願いします、
さあ気候で間合いを離していくが、おっキャノンスパイク引っかからない。しかし2回目はこれでもキャノンスパイクガードした後も難しいっすね。スピバーが漏れているのか。いやー投げが入る。前列あっと落とすだけだったが、まだキャノンで削ろうとして、おっ立ち台系、これは厳しい。いやーしかし中 P で飛んでいる。さあ続いて、続いてギオさんかな。はい、イサジキャミーがだいぶ連勝している気がするが、なんとエスキャミー、さあサガットだ。お青パンだぞ、タイガー言った気がする。さあギオー S サガット、しかし後ろに入られていた。タイガー2位、あまり見ない光景。おっとこれはちょっと飛ぶだけになってしまった、まずい。キャミー、なるほどなるほど、誘った形、アパカを見事に誘われている。さあおあるぞ、いい形になっているぞ。これは打ちまくりたいところ、打ちまくればどうにかなる気がする。しかし歩き投げ、むざむざ歩き投げ、お互い投げられるのは厳しいところ。しかし水ジャンで避けている、さすがといった。おっ上に逃れたつもりだったが待っていた。さあセロテープさんが続いて、さあ1キャラ目は、おエスホーク、最近よく見るエスホーク。謎のしゃがみジャックパン連打で牽制しているが、マスカ回った、上からいった。この二人はだいぶ読み合いが深いと思われるぞ。先っぽ当てられると吸えない、これをどうにかしたいところ。投げた後ろに落ちてましたね今ね。さあ続いては、おっ見事コンドルが刺さっている。しかし上からアントビか、アントビになってるのか、高いような気がするが、さあ体力逆転。お互いガードが硬い印象、ちょっと試合運びが緊張感ありますね。さあ3ラウンド目、またしても中足で、中足スパイラル、あ刺さってしまった。上から回ってない、回っているのか。さあさあ体力がないぞ、おっと待っていた。
さあ、伊佐ちゃん勝利で、友田さん、続いて友田さん。あ、どうしました伊佐ちゃん。セルテプさん、セルテプさん。いい？いい？さあさあ。さあ。さあ、友座がいる。これは、画面端に持っていって、おっと、投げ返す。中足行って、ソニック。さすがに玉なしだと。あまりソニックを多用するスタイルではない気がする。お、一発目は水ジャンで抜けたが届かなかった。さあソニック、おっアッパー、フェイントのアッパー見ている。ソニック合わせて飛んで、サマ待ち。さあここで連敗がストップで、続いて TFO さんかな。セーテブさん続いて TFO さんでいいですよね。はい、 TFO さん。さあ TFO さん、あー TFO さんあれですね、小物道の、イベントで出ていただける。さあ選ぶのは剣、メインキャラなのかな。いや、ティオさんフェイロンですね。ラウルさんのリュールと小物道出ていただける形ですね。さあケンガイル、この組み合わせ投げる、サマー、お、強サマーだ。あっとアッパー漏れている、削りのレッパー危険飛びですね竜巻を対応している。さあ、水ジャンクが。おっと、2発目。サマーもガード。上から。これはだいぶジリジリしている。ジャンプ強パンチが。あっ、飛んでいる。昇竜拳。さあ TFO さん、 TFO さん勝利で、続いてクレジンさん。あれあれ、クレジンさんそうなんだ、なるほど。ダルシム、さあクレジンさんのダルシムで、竜巻から膝を食らっている。大きい昇竜に引っかかっているぞ。さあ膝が厳しい、レッパ、レッパ削り。この竜巻後の大きい昇竜にだいぶ引っかかっているぞ。と画面端でファイアーモード、いい感じだ。しかし打ちすぎたか、まだ仕切り直し。これは落としたいところだった。あー膝が来た。さあ、TFO さん勝利で、続いて太郎さん。
久々登場の太郎さん、バルログ、スイジャンの爪で落とした。おっと、ゴロゴロいった。あー、ぴょっている。締めは強パン昇竜と。さあ、テラーが出ている。しかしバルログはこの強昇竜があるんで、あるので飛べないところ。さあ、ヒダ、ヒダ、さあ強昇竜反応している。投げる。さあ TFO さんが連勝中。続いてハビさんですね。ハビさんも久々登場、ありがとうございます。クレジット 50円2回までは自分で入れてください。さあ、ハイビキさんはガイル。ケンガイル。ナイスサマー。しっかり見ている。サマー。引っかかった。さあ、膝が来た。表だぞ。ソニック。あーっと。ラウンドハウスが出ていた。が、投げられている。ラウンドハウス？違うな。リバースピンキック。さあ、サマー。ハイビキさん、硬いですね。先ほどから結構サマーを。当てていってるイメージ。中足、おっ、タッチガードしてしまう。昇竜引っかかって、レッパか削りで終わり。続いてヌルポガさん、お、剣対決かな。で、はい、ヌルポカさんの S 剣。さあ、紅白、年末のね、恒例の紅白対決。おっと、先に飛んで当てたのは TFO さん。いいとこへ飛んでいった。めくり竜巻。おお、大足を刺していく。これは多分同じグラフィックでも S 剣の方が強いはず。風立つで手前落ち。お、アッパー対空を使えるようになっている。無理して昇竜をいかない。さあ、着地強キック。お、波動重ねでヌルポガ S 剣勝利。続いて、あれ、トモさん、キオエモさん来られてました、すいません。さあ、選ぶのはガイル。S 剣とガイル、この組み合わせ全くどうなってるのかわからない。しかしガイルに対して S 剣が飛びたい放題ではない感じはするが、波動で押すしかないのか。さあ、裏回って大足。あーっと、ナックルが届いている。
さあソニックソニックと、やはりやはりソニックを打ちまくる。さあ波動とソニックの打ち合いだが、圧倒的にソニックの方が回転率が速い。体力はガイルが押している感じ。体力差は、ああ失礼しました、体力差は剣が押している感じ。しかし飛びが入って逆転ぐらいかな、同じぐらいか。あっ飛んで中盤対空、高め、くらい投げ、波動いって、おっと昇竜、さあソニックソニック、画面端はガイルだが、そんなに辛くもないのかも。ガイル使い画面端でもそんなに困らないイメージがありますね。さあ竜巻で詰めていく、投げるソニック、さあ体力が残り一撃ずつぐらいだぞ。あっと踏んでいた、トモさんのガイル処理。続いて、あこれトモさん最後のプレイヤーですよね、一周目最後ですね。はい、じゃあ2周目入りますと。土方さん。竜。土方さんの竜。さあ、竜外竜。はい。開幕、竜巻を打ったか？ソニック読みってことですよね。さあ、これも波動とソニックの打ち合い。踏ませるが、おっと第5スから投げ、まだ体力はガイルリード、大足刺して取り返した。うん、ソニック一発で変わってしまう。あっと強パンが漏れて、うん、ここで真空が欲しいところだった。いやー空達裏へ回ったが、しっかり見ている。サマーで落とされる。さあ開幕波動飛んだが何もなかった。意外と俺空達で後ろ回るのはアッパー狙いなのかな。さあまた画面端だが、なかなかハウスを作れない。おっとやっと踏ました。真空ここで使っていく。さあ3ラウンド目は、うまいこと裏剣が入って、おっとダイゴスが出ている。さあファイヤー、いい使い方だ。真空を読まれていた。投げる中ゴス、なん中ゴス欲張りすぎた。生ダブル様。さあ続いて金子さん、金子さんは2キャラ目ガイル。さあガイル対決だ、同キャラ対決。
これはしかしメインキャラとサブキャラというあるが、プレイヤー差はあるがどうなのか。ガエル対決、とにかくソニック、あ、投げていく、あ、だいぶ歩いた。さあソニックさあソニックで、体力は金子ガエルの方が若干リード、若干だいぶリードしている。あー踏んでいるが時間だ。なるほど、時間消費のために。さあ2ラウンド目、さあまたしてもソニックだぞ。お、ほぼ体力が五分で並んでいる。ソニック打ち合っていく。さあ、お、今回は体力はトモさんのガイルの方がリードしているが、逆転か。おっと時間で、またしても握り。マイク変わりました、ハクです。続きまして、山本さんの X チュンリー。しかし相手は金子ガイル、3段決まってやられてしまう。開幕はおっと、あるくぐってコパンタイク、スピーバーを相打ち、もうしゃがみシューパンで潰した？そば、なんかそばっと潰しました。ソニック。だが、体力は投げて、すかして投げた？運がいい。スピーバーで溜めて、お、これで溜まったので、おっと抜けたが、ま、さすがにガードですね。投げるな、運がいい。おっと、サマーを誘って投げる、あるのか？2連続運が良かったぞ。開幕はおっと、ゲンを狙いに行ったが最速ソニックか。はい、これは確定。トルネーディ、コパンバックソバット、うまい、うますぎる。もう体力が2ドットぐらい。おっと潰れて、遅らせ中足ガード、もう体力あるので。おっとここで透かしてリバスピー、金子さんが勝利。ランダムなんでね、ランダムなんで。さあ続いてカーシムさん、あ、ダルシムストレートダルシム、しょうがないですよね、大会前だからしょうがないです。最近あまりダルシム使ってなかったんですが、そうですね、ここでガエルダルシム。これ結構ダルシムあれっすよね、はい、ファイヤー打つの早いんすよね。ファイヤー打つの早いと言いますと、モーションから出るまでが意外と早くて、あ、まあまあそうですね、うん、そんな気はしてなかったんですけどね。なんかどこぞやのあの、はい、個人はあのモーション見て飛べるとかいう、あ、なんちゃらかんちゃらってありましたけど、嫌ですねそれ。うわー無理でしょう。あの我々一般人には、そうですよね、チャンプです、ね、いやーここでタイムが、おっとインフェルノ確定、おっとサマーが使って
あんのか？時間が。バックジャンプ。キャラさ。なるほど。なるほど。最後まで入っている。これは、まずいっすね。いやー、きついっすね。相手がメインなのもあって、おっと、手に当たって、美味しい。あーっと、チョップ対空。くぐるチョップ。おっと、早出し、スタブ、バックスバット、あんのか？スラスト。これはありそうだぞ。体力的にはまだあるが、時間も結構ある。いやー、今のジャックキック対空うまかったな。うわ、立ち台系。だが、マジかまだ、時間ある前そば。あるのか？中足。中足。当たる。意外と伸ばしたパンチの下のところにね、判定あったりするんですよね。そうですね。おっと、カクカクして。おーっと、サマースカッテファイヤー。これは厳しい。画面端。いやー、今のもガードも冷たい。気まずい。これは飛びもできないし、詰めて、一方が近い。間合いも詰めてこない。上から、上からだが繋がらず。いやー、これきついっすね。厳しいか。体力差がだいぶある。あと、あー、投げれそうだったが、投げ、ドリルから折檻。あれは厳しい。さあ、続いて、カワシムダルシム勝利で、続いて、歌舞伎さん、バイソン。投げて、画面端。裏回りから投げ厳しいですね。さあ、おっ、でかいダンパーが当たって、チョップ。いやー、これは、あー、上り中継、中継長い。とにかく長い。おっと、開幕。これ、このままラッシュを続けたいところ。しかし止められる。相打ち OK。おっと、潰れて。おっと、ヘッドすかして、石棺。スパコン吐かせて。これはわからないぞ。お、ドリル。お、ヘッド。おっと、ヘッド引っかかった。さあ。うわー、立ち台パン。逃げたくなるところですよね、今の。そうですね。ドリルとかもしたくなるところなんで。おっと、投げ前をちゃんと見ている。ここで画面端厳しい。迷おうと潰して、だがすぐヨガファイヤーが飛んでくる。さあ、ドリルピロってしまう。インフェルノ、インフェルノと。ダマツマが響いてます。さあ、続いて、ハクさんですよね。はい、今日連勝数1位が、今のところ暫定でイサシさんのエスキャミーと。さあ、入っていくのが、ハクキャミ。おっと、4発つながってピョル。ちょっとピオリが回復されリカバレられてしまい、思わず伊佐治さんから声が出ていた。投げる、投げる。さあ、ハクキャミ先行。1本取って、上から潰していく。これもダルシム厳しい組み合わせ。キャノン、伸びる。キャミーにしっかりお釣りが入るんですよね、ダルシムはね。インフェルノと。しかし今ヒットしてて空中に飛んでいた。
さあ3ラウンド目は、おっと、すっぴよってる。おっ、キャノンに引っかかり、テレポまで読んだが、インフェルノと、安い、2発で済んだ。さあキャノンをしっかりガード、ヒロポンさん、さあカワシムダルシムの連勝を誰かが止めれるのか。これはさあヒロポンさんはバイソンだが、先ほど歌舞伎くんとやっているぞ。さあガードクレイジーもしっかりガードして、飛ぶことができない。おっとテレポ裏回りインフェルノ、これは嫌な感じ。バイソンの前に全く入れない、バイソンが前を全く詰めれない。さあグランドが刺さったが、また距離が離されてしまう。上から、あっとピヨっている。インフェルノ削って安く済んだが、投げる、ドリルから投げ、続いてギオさん、ギオさんお願いします。さあギオさんは2キャラ目は赤いやつかな、赤いやつではない主人公キャラ。さあ来た主人公キャラ、カワシムダルシムに対してギオさん龍、これはちょっとやばいっすね。なかなか打つところがない。お、踏ませた。さあ第5つなげ、中ゴス欲張っている。お、竜巻あるのか、ゲージは持っているぞ。あー打ってしまった。よはやインフレイムに竜巻が当たる。あー飛ぶとこうなってしまう。おっとスラに勝利を合わせていくミラクル。しかしピヨっている。ゲージ溜めて後ろに下がっていく、嫌な感じ。危ない、うーん画面端にて何もできない。さあ続いて、カシムダルシム勝利で、続いてセロテープさん出るのか、隠しキャラが今日あるのか。今日はおっと今日はザンギだった、ストレート。さあ大足刺していく、相打ち OK で取っていく。しかしダイエットはバレていて間合いが離される。そうっすね、ヨガファイヤーに対してダブラリもなかなか使いにくいし、バニシングぐらいかなってところですが、それも効果的ではない。さあ上から走った、捕まえたぞ1回は。しかしちょっと開きすぎたが、
さあ開幕あと2ヒット画面端だぞ。またしても2ヒットスピ寄ってしまう。危ない道路許された形出てたら死んでた。インフェルノ見送ったがお釣りはない。さあヨガファイヤー。さあ続いて伊佐治さん暫定1位の伊佐治さん今のところ暫定1位。あれ伊佐治さんが川島6勝している。川島さん6勝している。暫定1位タイということでカーシムダルシム6勝。さあここでイサジさんの X キャミ。ドリルくらいのキャノン。さあ水ジャンでファイヤーをよける。おっとテレポでうまいことフーリガンを抜けたが結構体力差がついてるぞ。いつの間にかキャミー優勢。あっとスピンドライブ出していく。やはり相性悪い組み合わせなのか。スパイラル2連チャン。すごい前歩きますね伊佐治さんのキャミー。めちゃくちゃ近づいていく。スパイラル相打ち取ってまたしてもスピンドライブで削り。さあここで、カーシムさんが6連勝でストップ。続いて友澤さんですね。伊佐治さん6連勝以上しないと S キャミーになっちゃいますよ。頑張っていただきたい。さあ友澤さん久々登場。ベガ今日ちょっと人数多いんで時間がだいぶ。さあダブルに食い込んでバックジャンプで逃げていく。おおスピンナックルの超ド先端。今ジャンプしてたのかな。さあ玉なし同士なのでお互い気まずい瞬間があるが、おっダブルにねじ込んでいってヘッドプレス裏足。おっとおっとナイトメアで通り過ぎてホバー。そこをガードしていた。あ、もしかしてあれかな？ナップル、スピンナックルでカニが避けれるのかな？この動きは。違う。違うと。気のせいです。さあ、キャノンガード後の最後きっちり、お釣りを入れてヘッドプレス。さあお互い牽制。おっと最後ダブルにお釣り入れる。フーリガンも踏んでいく。ピヨッタさあきっちりコンボ。トモザベが勝利でクレジンさんですね。はい。レジンさん、太郎さん、アイビキさん。さあクレジンさん、ダルシム。これはヨガファイヤー打ちすぎてはいけない。
あっと手前落ちしてしまった。ダブルにもろぐらいで、おチョップで落としていくがナイトメア。相手のミスを見逃さない。ヘッドプレス、さあピオルか、しっかりガード、チョップで落としていく。これは結構厳しい。あっ裏回り投げる、さあ続いて太郎さん、友澤さんのベガが2連勝。さあ太郎さん、太郎さんのバルログ、さあ2周目も最後の方になってきました。さあテラーで割り込んでダブル2を、おっ今どっちだ、ちょっと見えなかった。しかしベガがきっちり落としてる気がする。ヒョウが対処されている。上から今度は早詰め、さあ全部食らっているぞ、まずいぞ。ピヨったところをとどめを刺された。続いてハイビキさん、まだ、お後ろが結構強力ですね。ベガにとってはちょっと強力なんじゃないか。さあハイビキさんが、おバイソン、バイソンだが、この組み合わせは知っているはずだぞ。ヘッド割り込んでいった、投げる、サイコ遠くからサイコ、先端を重ねた感じか。おっとだいぶフェイントをしてヘッドで割り込ませないようにしている。投げる、今どちらだ、何かしらがリバサで出ていたが表落ち、サイコから投げる、さあ先端なので先にベガも動ける。先じゃないのか、どれぐらい差があるのか分からないですが、ホバーは先端をガードしてもそんなに有利にならない。さあ続いて入っていくのが TFO さん、TFO さんは、おっとフェイロン、さあフェイロンベガ、開幕レクークしっかりガードしていたが支援で切っていく、これは厳しい。お投げる、画面端から脱出、さあ表投げる、さあ最後、おっと裏に劣化剣入れる、これはお互い近づきにくいか。さあダブル2、体力5分ぐらい、なんかのキックで止めて、
真剣だが後ろからは入らなかった。さあ投げる。続いてヌルポガさん。さあ今のところ1位は、伊沢さんのエスカミーとカーシムさんのダルシムがタイで、これ2位決は避けれないのか。さあヌルポガエスケン、あっと食らっている。まだあるがめくりっぽい裏落ちの膝。ベガなので多分めくりがないですね、剣に対して表でしょうね。今のさあだいぶ体力差がついてしまい、裏落ち。さあ厳しいぞ。あーっと後ろに下がってダブルイン。友澤ベガさん勝利で、これ何勝目ぐらいですかね。6勝1位タイと並んだ。続いて両 MO さん、友さんいます、います真後ろにいました友さんで、ここで最後のプレイヤーですね、2周目。さあここで勝って頭一つ抜け出したいところだが、友さんの竜をしっかり竜巻でゲージ回収、中マリオパンチで落としていく。おっとピョっている、置き中足。竜巻、打ってしまった。ピオリから即死。さあ7勝ちょうど、単独トップの友澤さんが一旦7勝で抜けてもらって、川島さんと伊佐治さん、はい、2位決ですね。これ2位決、2位決は1先でいいっすか、3先やります、クライマックス的なやつやる。なるほど、まずじゃんけんで 1P2P を決めてもらうとこですね。はい、川島さん、川島さんお願いいたします。ちょっと従来と違った、ルールで、予選終わりました。連勝数多い、1位の、友田さんが決勝進出確定と。で2位決で川島さんのダルシムと伊佐治さんのエスキャミン、じゃんけんでまずキャラはもうこ、決まっております。あとは 1P2P でじゃんけんで勝った伊佐治さんが 2P を、クレジットは入れなくて結構です。ダルシム、川島さんがダルシム、伊佐治さんがエスキャミ。さあこれはお互い厳しいところだが、キャミーの方が圧倒的に武器が少ない。おっ、嫌な流れを作っていくが、画面端でやはり玉持ちの方が、おっとキャノンスパイク、さあ、お、ピョっている、投げる、
そう、S キャラなので投げる。当然ですね。さあ足元、足元ドリュー。これは星同率ですよね。おっと、つなげていく。レンガ。さあ、火力、文字通り火力、インフェルノと。さあ、まず1試合目は、カワシムダルシム勝利で。三先です。続いて、エスキャミーのイサジさんはちょっとやりたいことができない形。 X であればというところでしたね。ちょっと組み合わせが良かったのかな、かなり。最初の方大量にザンギいましたからね。さあ、ファイヤーモード。で、1ラウンド取っていく。お、ジャンプが噛み合ったが。さあ、お、テレポで入れ替える。インフェルノ。3発か？またファイヤーモード。これは厳しいところ。2試合ストレート。さあ最後の試合になってしまうのか。ちょっとちょっとあれですが、持てる武器で頑張っていただきたい。イサジさんのエスキャミキャラ差がだいぶあると見た。これは伸ばした足にキャノンスパイクを当てていく。また距離が離れてしまう。縮めたいところ。投げる、歩き投げ。あっと裏落ちしてしまった。さあリーチ、カワシムダルシムリーチ。高め当て、フライ投げが待っていた。さあだいぶ近づいて、ぐいぐい近づいてくる。インフェルノ対空。さあ伊佐治さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。でここで決勝は、カーシムさんとトモトさん。で、そのままでいいですか？プレイヤーは。お、コンパネ選択は 2P を友田さんが選択。 1P を、おっと、ちょっと仕切り直しで 1P をカワシムダルシムさん、 2P を友田ベガさん。これアドバンテージ。そうですね、ありがとうございます。友田ベガさんがアドバンテージ1、3先ですが、2試合取れば終了と。さあ画面端ドリル厳しい。インフェルノで削っていく。暗い石棺。おっと、固めが厳しい。あ、なるほどなるほど、ベガのゲージがなかったわけですね。ベガ側ゲージが、おっ、なんだ今の。ホバーにドリルで後ろ落ちみたいな。ヨガ上に、お、逆に固めていく。2ラウンド目は逆にベガ側が固めていく。ヨガ、おっと、ナイトメア
ヨガフレーム上出すやつなんて名前でしたっけ。ヨガ、ヨガブラ、あ、ヨガブラストでしたね。さあ、おっと、空中戦。さあ、選手したのは友澤ベガ。そうですね、早速のリーチですね。リーチ早い、確かに。アドバンテージがついている。裏落ちだが、スラが突き刺さっている。おっ、スラストホバーにもガードが当てれる。さあ、最高で削り終わり。冷静な判断。さあ、リーチがかかった最後のラウンド。しかしベガーがピヨっている。うおっと、上からあえて近づいていった。ヨガファイヤー、おっ、サイコを投げる。上からインフェルノで削って、さあ、上下上下揺さぶっていく。カーシムダルシム取り返す。はめろはめろと場内で言っておりますが、そう簡単にはめれるわけでもない感じ。あっと、ダブルに入ってだいぶ画面端、おっ、インテレポで入れ替わる。うわ、投げ返して、どっちだ、開いたところ、スラにドリル。だいぶ近づくと乱打戦になりますね。おっ、ちょっと早かった、ダブルに。ヨガファイヤー、ドリルからヨガファイヤー、インフェルノで削って、おっと、裏落ちをチョップで落とした。さあさあ、2試合取って、ここでお互いリーチ並んだ。開幕を悩んでいる。おっ、あーっと、後ろからダブルに、開幕ダブルには正解したが、今度は見せなかった。しっかりヨガフレームを見送った。おっと、受け身がないぞ。あっと、再び投げられる。さあ、先にとラウンドを取ったのは友澤ベガ。リーチ、すごい、着地点にドリルが置いてあるんですね。さあ、投げ、ジャンプをインヨガフレームで買っていく。インフェルノ、さあ取り返す。お互いリーチで最後のラウンドへもつれ込む。おお、タッチジャックパンで落としていく。ファイヤーモードだが、ダブルに投げる、ガードさせて投げる。ちょっと高めだったドリル、投げたが受け身があった。お、なんだ今の、スライディングにダブルに2発目だけ入っている。投げる、ガードして投げる、
さあ逆転で優勝したのはカワシム・ダルシムとなりますと、というわけで本日フォックスの全然野菜ということで、あ、ごめんなさい、全然野菜か、2日前ですね、ちょっと前が多すぎて申し訳ないです。さあカワシムさん、おめでとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。いやびっくりしましたね、いろいろ。いややっぱね、キャミー戦ってちょっとね、難しいっすよね、ダルシムね。エスキャミーだったからみたいなね。そうですね、ところですよね。まあもう、イサジさんぐらいのレベルになるとね、ちょっとダルシム不利なんじゃねえかぐらいまであるんで。あー、そうですね、画面見ててもそんな有利には感じないんですよね。やっぱね、エスキャミーだと、ね、フーリガンがないんでね、タクが1個、1個どころかね、だいぶ減るんで。あ、なるほど、うん、1個じゃない、技1つ で。いやあ、めくりがないのが痛いと言ってますね。めくりがない、なるほど、全部表になっちゃうんですね。めくり、あれっすね、表当ての裏落ちにいる行こうとすると、あー、なるほど、裏、さっきスカってましたよね。なるほど、裏落ちが、裏落ちできないんだ。ないんだ。あー、ガードが触れない、なるほど、それも表しか攻撃がガッて当たらないらしいですね。S ガイルがよく分かってないですけどね。なるほど、ジャンプした時ですよね、裏落ちになる時、違うということですね。なるほど、見た目は同じなんですけどね、うん、という伊佐治さんの意見もありますが、ね、はい、というわけで、今日のね、なんだろう、全然フォックス全然野菜の細道フューチャリング145回、あ、もう145回、はい、すごいな、ということで強で、この後皆さんお楽しみの、そうですね、抽選を、フォックス抽選会ですね、うん、すいません、お待たせいたしました。皆さん、これが楽しみに見ている方もいらっしゃると思います。毎年例の、毎年ではないかな、まあ、毎年毎年か、一応1年に1回、ね、一応毎年です、そうですね、があるということで、さあ、一旦じゃあ終わりましょうか、用意もあると思うん で、ね、はい、今日は、はい、シンガポール勢の、ね、TFO さんが顔出しに来てくれてるんで、そうですね、うん、小物道でフェロン、ラウルさん、ね、ラウルさんの、はい、じゃあ一旦配信を切る、はい、ということなので、はい、ありがとうございました。はい、川島でした、はい、山本でした、失礼します。